どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、絶壁カバーについて紹介していきたいと思います。はい、そういうことでリクエストも結構いただいてたんで、ちょっと今日は、しっかりと、簡単なやり方で、絶壁カバーする方法をやっていきたいと思います。今回はロングヘアの人形でやるんですけど、あのミディアムだったりとか、後ろで結べるぐらいの髪の毛であれば、できる方法になってますので、よかったら参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。まずはブラシでしっかりとぼかしていきます。ここがかなり重要なので、これが溶けてないと、ヘアアレンジって基本的に綺麗に見えないので、まずはブラッシングをしっかりとやってください。次にオイルをちょっと出して、表面の部分とあと毛先の部分ですねにしっかりとつけて、なるべくこう毛羽立ちが出ないように、なくなるぐらいまでしっかりとつけてください。で、手ぐしでしっかりとまとめて、だいたい後頭部ですね、このあたりの後頭部あたりぐらいで髪の毛を一つにしっかりとまとめて、ゴムで結んでいきます。この状態だとここがやっぱりペタンとして、絶壁の方はここが多分気になるかなと思うので、ここからボリュームアップをやっていきます。まずはゴムの部分を少しだけ下にずらします。するとちょっとだけゆとりが出ます。で、次にゴムの部分を持ちながら、だいたいここの真ん中ですね、このあたりを指で少しこう広げる、あんまり広げすぎなくてもいいんで、ちょっとだけこう盛り上がるぐらい、だいたい1センチぐらいこう広げるぐらいですねのイメージでちょっとだけ出してください。横から見たらこのぐらいですね。ちょこっとこう押したらわかると思うんですけど、少しだけボリュームが出た感じです。で、次にこのだいたいこうこの横ですね、この部分のまあポニーテールの毛先のこの両端を少しだけ取って、で、これを左右に少しだけ引っ張ります。ぐーっと、そうするとここのボリュームが結構、なんていうんですか、今まではちょっとふわふわやったんですけど、少しだけ硬くなります。そうなれば OK です。で、ここが硬くなったらもうそれで結構固定されるので、長持ちします。で、この辺の部分が少しだけへこんでるので、若干このポニーテールの毛先ですねを押さえながらちょっとだけ出します。そうすることによって全体のバランスが綺麗になります。で、このゴムをやっぱり緩めてるので、結構この辺もボリュームが出しやすくなってるので、全体的にあとはバランスを整えてあげるとかなり綺麗な形になります。はい、こんな感じでやってみました。で、ポイントなんですけど、まずはゴムをちょっと下にずらす、そうすることによってボリュームが出しやすくなります。で、あとはあの真ん中の部分を少しボリューム出して、で、両端の部分をギュッと引っ張る、そうすることによってこう髪の毛が少し硬く、結構締まった状態になるので、一日中持ちやすいかなと思います。で、それでも不安な方はあのスプレー、ハードスプレーとかを少しボリュームが出てるところにつけてあげると、1日しっかりとキープできるかなと思いますので、でも、まずはちょっと練習もすごく必要なんですけど、あのしっかりと、覚えてやっていただくと、かなり綺麗に再現できるかなと思いますので、よかったら参考にしてみてください。この動画良かったら高評価ボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画で会いましょう。さよなら。